クルブーニベルシダナシオナルは、メキシコの首都シューダデメヒコに、本拠地を置く、サッカークラブである、プリメーラディビシオンに所属している、プーマスデラアナム、アナムプーマス、または、単にアナム、プーマスという呼称で知られている。メキシコ最大の大学である、メキシコ国立自治大学を、設立母体とするクラブであり、メキシコで、 最も人気があるクラブの一つである。当初は国立自治大学の学生で構成されるアマチュアクラブだったが、やがてプロクラブ化してメキシコサッカーリーグの株リーグに参戦した。国内大会ではプリメーラディビシオンで7回、コパメヒコで1回、カンペオンでカンペオーネスで2回優勝している。国際大会ではコンカカーフチャンピオンズカップで3回。 コパ・インテラ・メリカーナで1回優勝しており、コパ・スダ・メリカーナでは、準優勝の経験がある。プーマスは、下部組織での育成システムに定評があり、ウーゴ・サンチェス、ルイス・エンリケ・フローレス、クラウディオス・スアレス、ルイス・ガルシア、アルベルト・ガルシア・スペ、コルヘ・カンポス、ヘラルド・トラード、エフライン、フアレス、エクトル・モレノ、パブロ・バレーラなどのメキシコ代表選手を輩出している。 20世紀最初の10年間には、国立自治大学の学生に、最も人気のあったスポーツは、アメリカンフットボールだったが、次第に、サッカーもキャンパス内に浸透していった。1927年、大学で学生部長を務めていたルイスチコ・ゴエルネは、プロサッカーリーグの地区協会に単眼賞を送り、初めて、ブーマスのプリメイラ・フエルサ加盟を試みたが、ィーマルテが選ばれて、 プーマスの単願書は拒否されている。1940年代までに、グスタボ・バス・プラーダ学生部長はレアル・グルブ・エスパーニャの選手だったロドルフォ・ムニョスに将来的なプーマスの代表としての役割を課した。ムニョス新監督は、学部生や教員などからなる新チームを組織し、学内での大会で好成績を残した。ムニョスは13年間監督を務め、 後のプロクラブとしての成功の礎を築いた。1943年にはメキシコで全国リーグが開始され、1954年8月には西軍ダディビジオンのメンバーとして受け入れられた。加盟はナボール・カリージョ学生部長と講演者のギジェルモ・アギラール・アルバレスの支援で達成されたものであり、アルバレスは学生部長によってクラブの会長に任じられた。 9月12日に行われた CAF、モンテレ戦が、プロクラブとしての初試合となった。わずか3年間でのプロクラブ転向は簡単ではなく、クラブを再構築できるように、一旦、セグンダリディビジョンを離脱するという特別措置を要求した。プロ化の過程は1年以内に完了し、エクトル・オルティス監督が就任して、経営陣が組織された。 セグンダディビシオン加盟から8年後の1961から62シーズン終了後、ついにプリメーラディビシオン昇格を果たした。昇格プレイオフでは、クルブカタルーニャデトレオンと対戦し、シューダウニベルシタリアでの試合に5から1で勝利した。スタンドで昇格を祝っていたサポーターもピッチに乱入し、選手を肩車して昇格を祝った。試合翌日には、 イグナシオ・チャベス学生部長からも、祝福の言葉を受け取った。この時の監督は、オクタビオ・ビアルであり、選手には、オメーロ・ビジャール、ラウール・ジャネス、ホセ・アントニオ・ロドリゲス、アルフレード・エチャバリ、ホセ・ルイス、カルロス・グティエレス、アルフレード・センテーノ、ホセ・ルイス・レデスマ、アントニオ・サマーの、ホルヘ・ガイタン、ギジェルモ・バスケス、ホセ・ルイス・ゴンサーレス、ロレンソ・ガルシア、カルロス・カルデロンデラ、 バルカ、マヌエル・ロドリゲス、エドムンド、ペレス、グスタ・ボク・エンカなどが在籍していた。この昇格を受け、クラブの経営陣は新世代の選手育成のために、現代的な下部組織を設立することを決定した。アルフォンソ・ポルトゥガル監督が率いた2年間を経て、スペイン人のアンヘル・スビエタ監督が、プーマスを率いた。スビエタ監督は、外国人選手にも門戸を開いたが、 それまでと同じように、下部組織出身者にも出場機会を与えた。1970年代前半には、クラブ史に残る3人の外国出身選手が在籍していた。ペルー人のフアンホセムヤンテ、セルビア人のベディボールミルティノビッチとカビーニョであり、彼ら3人は、ミゲルメヒア・バロン、エクトル・サナブリア、アルトゥーロ・ロバスケス・ワジャラ、ホセルイス・ロペス、 レオナルド・クエジャールなどのメキシコ人選手たちとうまく組み合わさった。1974から75シーズンにはコパメヒコとカンペオンでカンペオーネスで優勝。1976から77シーズンにはクラブ史上初のリーグ優勝を果たした。1976年にはウーゴ・サンチェスがデビューし、1981年までに リーグ1183試合に出場して99得点を挙げている。1980年には、コンカカーフチャンピオンズカップで初優勝し、1980から81シーズンには、セーグンダ・ディビシオンで優勝。このシーズンは、ウーゴ・サンチェスがプレーした最後のシーズンとなり、1981年に、スペインのアトレティコ・マドリードに移籍した。 1981から82シーズンにはコッパ、インテラ・メリカーナと、コンカカーフチャンピオンズカップを戦い、コンカカーフチャンピオンズカップでは2度目の優勝を果たした。この時代には、ブーマスの革新的でダイナミックなサッカーが全国的に認知されるようになった。1977年から1981年に、監督を務めたミルティノビッチは、1983年に、 メキシコ代表監督に就任して 1986FIFA ワールドカップで指揮を取り、1990年代半ばにも代表監督を務めるなど、メキシコ代表監督として歴代2位の104試合を指揮した。ミルティノビッチは現役のプーマス所属選手やプーマス所属経験のある選手を多数招集し、ウーゴ・サンチェス、フェリクス、クルス・バルボーサ、ラファエル・アマドール、 ラウール・セルビン、ミゲル・エスパーニャ、マネル・ネグレーテ、アリアス、ルイス・エンリュケ・フローレスなどが代表に招集された。この時代のプーマスの選手たちは、プーマスのサポーターだけでなくメキシコサッカー界全体に大きな喜びを与えた。1990から91シーズンには、リギージャ決勝で、ライバルのクルブ・アメリカを破って優勝した。この時期には新世代の選手が登場し、 ルイス・ガルシア、ホルヘ・カンポス、クラウディオス・スアレス、アントニオ・サンチョ、イスラエル・ロペス、ブラウリオ・ルーナ、ラファエル・ガルシア、ハイメ・ロサーノ、ヘラルド、トラードなどが在籍していた。しかし1990年代は、クラブの歴史の中で最も不成功に終わった期間の一つであり、また、選手の排出も低調だった。2000年3月には、ウゴ・サンチェスが監督に就任し、 短期間監督を務めた。ミゲルメヒア・バロン監督を挟み、2001年9月に、再び、ウーゴ・サンチェスが監督に就任すると、クラウスーラ2004では、プーマスを13年ぶりのリーグ優勝に導いた。プーマスは、アペルトゥーラ2004でも優勝し、大会形式が2ステージ制に変更されてから初めて、2連覇したクラブとなった。2004年には、カンペオンでカンペオネスでも優勝し、 またレアルマドリードが主催するトロフェをアルフレッド・ディ・ステファノではヨーロッパ外に本拠地を置くクラブとして初めて優勝。2005年のコパス・ダメリカーナでは決勝まで勝ち進み、決勝のボカジュニアーズとの試合は PK 戦にも連れ込んだが論議をかしたロベルト・アボンダンシェリの PK ストップの前に敗れた。2005年から2006年にかけての国内リーグでは クラウスーラ2005で16位、アペルトゥーラ2005で16位、クラウスーラ2006で10位、アペルトゥーラ2006で16位と低迷し、2006年には降格の危機に瀕した。しかし、2006年7月にリカルド・フェレッティが監督に就任すると、フェレッティ監督はチームに安定性と統制をもたらして、降格を回避し、アペルトゥーラ2007では3年ぶりに、 リギージャ決勝に進出したが、アトランテーフ C に2試合合合計1から2で敗れている。クラウスーラ2009では再びリギージャ決勝に進出し、CF、パチューカを延長戦の末に破って6回目の優勝を果たした。2010年7月には、フェレッティ監督が退任して、ギジェルモ・バスケス監督が就任。クラウスーラ2011は、レギュラーシーズン8位だったが、 リギージャ準々決勝では、クルズアスルを、準決勝では、モンテレー、決勝では、モナルカスモレリアを破り、7回目の優勝を果たした。クラブカラーは、金色と青色であり、これは、国立自治大学のスクールカラーでもあるが、ノートルダム大学のサッカーコーチが、クラブの発展に貢献したため、ノートルダム大学のスクールカラーに敬意を表して、選ばれた。 1946年から1964年まで監督を務めたロベルト・メンデスは選手を奮い立たせるために選手のプレーをピューマの動きに例えることがありこれが公衆にも浸透してプーマスというニックネームが生まれたこれ以来国立自治大学のすべての運動選手はプーマスの愛称で呼ばれている試合日のオリンピコ・ウニベル・シタリオの様子プーマスの ホームスタジアムは1968年のメキシコ式シオリンピックのために建設されたエスタディオオリンピコ・ウニベルスタディオであり、62,700人を収容する。スタジアムは国立自治大学のメインキャンパス内にあり、主要なサポーターである学生から至近距離にある。トップチームの練習施設もキャンパス内にあるが、下部組織の練習施設は大学から近距離のキャンパス外にある。 プーマスと同様に、シウダデメヒコに本拠地を置く、クルブアメリカやクルスアスルとは歴史的に強いライバル関係にある。近年では CD グアダラハラともライバル関係にある。クルブアメリカへのライバル意識は1960年代のプーマスのプリメーラディビシオン昇格と共に始まり、クルスアスルなどへのライバル意識と比べてかなりの歴史を持っている。両クラブは シウダでメヒコに本拠地を置いており、ライバル意識の誕生と成長には、右寄りの空気が手伝った。数年後、アメリカは、プーマスのアイドル的存在だったエンリケ・ボルハを獲得したが、ボルハは契約に至る前の記者会見で、アメリカに売られたくないと発言していた。1980年代のリギージャー決勝の舞台では、疑惑の残る判定で、アメリカが、 プーマスに二度敗れたことから、両クラブのライバル意識が増長した。1990年代は、プーマスが、リギージャ決勝で、アメリカに勝利して始まったが、この対戦は2試合合計3から3の引き分けであり、アウェーゴール差で勝敗が決したものだった。2000年代になると、下部組織出身上がりの選手までも、アメリカを剣を押し出し、この時代には、バーラブライバが誕生した。 試合後にオリンピコウニベルスタディオから退場するブーマスのサポーター、ありがとうございます。